ね。見て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 、これ超かわいい。見て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 、超かわいい。これプリメラちゃんの新作。どうや。怖い。今日のお衣装はプリメラちゃんの新作。わかった、の新作です。かわいい。あ、かわいい。かわいい。方の癖。はい、今日の動画は、ひめちゃんってさ、芋好きよね。おいしい。ちゃんと言葉のキャッチボールして、今芋が好きか嫌いかっていう話をしたのに、おいしいおいしくないじゃない、好きか嫌いか。好きか嫌いかじゃないでしょ、うん、好きよなって言っとるから、おいしい。嫌いかどうか聞かれてない。いや、好きかって聞いとんねん。好き。っていうことでさ、はい、メロチはさ、よく親戚さんならご存知、令和の虎が大好きすぎて、もうめちゃくちゃ令和の虎を見とるわけ。でもちろん通販の虎も見とるわけ。で、通販の虎で出てきて、うわ、これめっちゃいいやんって思った商品割と買っとるわけ。で、その中で、はい、今回令和の虎でご紹介されていたアイス芋大福っていうのがすごく気になりまして、はい、そのアイス芋大福をね、はい、通販の虎で買ったので、今回は姫ちゃん大得意の食レポでーす。ってことで、そのアイス芋大福の他に、うん、芋系スイーツの詰め合わせセットっていうのもあるんよ。だからそれも気になって買ったので、まあまあ簡単に言うと、今日は芋スイーツ食べまくり企画ですね。大丈夫そうですか。美味しいしか言わない。いやいやいや、ちゃんと親戚ちゃんに伝わるように、食べてない親戚ちゃんも、あ、なるほどって思うような食レポしてね。芋が黄色い。いやいやいや、見たらわかるわ。はい、ではまず、この噂のじゃじゃん、アイス芋大福。これなんと結構バズスイーツ作ってる方がわざわざ通販の虎のためだけに考案されたデザートなんで、これは通販の虎限定の商品らしいね。お芋の大福なんだけどもアイスになってて、このお餅自体が羽二重餅なんだけど、福井県のお餅で、中に芋が入ってるんだけど、大学芋とかスイートポテトじゃなくって、カタラーナのアイスとセミフレッドっていう生クリームのアイスを掛け合わせたものにあんこを挟んでくるんであるやつらしい。カタラーナ、はあ、好きやろカタラーナ。カタラーナアイス芋大福っていうだけでめちゃくちゃ美味しそうじゃない？めちゃくちゃ美味しそうだよね。1個が400円つってたかな。で、通販の虎として売ってるのは4個のセットと8個のセットがございます。4個セットだったら2600円、8個セットだったら4100円。じゃあこれはちょっと後ほど食べるとして、はい、でそのお芋のセットがこちらです。すげえ。お芋スイーツの詰め合わせセット、じゃーん、めちゃくちゃ美味しそうじゃない。ちょっとメロチも実際何が何ってあんまり分かってないんだけど、書いてないんだよね。これがちょっと何かよく分かんないんだけど、なんかこんなのと、絶対美味しいでしょ。おお、すげえ。焼き芋テリーヌ。このね、焼き芋テリーヌは情報によると、スイートポテトを楽しんでもらうっていう商品に近いもので、まあ、スイートポテトだけっていうのではなく、それを焼き蒸ししてケーキ状に仕立て上げたものらしいです。めちゃめちゃこれもね、紹介してたんだけど、食べるの楽しみ。そしてこれは芋菌チーズテリーヌだって。チーズケーキみたいな感じね。え、はい、そんな感じ。はい、そしてわ、なにこれ、美味しそう、美味しそう、なんだこれ、これなんだろう。うちら絶対これさ、色にさ反応してるよね。これ絶対チョコでしょっていう。これ皆さん知ってるんじゃないですか。これ考案された方なんですけど、みたらし団子瓶。あれじゃない、こうやってなんか、そう取りにくいやつ。うん、そうなの。これをね、考案された方が作ったやつです。7層のスイートポテト瓶パフェ、こんな感じで商品のラインナップが入っておりますね。絶対美味しいじゃんこれは。はい、はい、
ではね、まずはどれから食べちゃう？何食べる？でもこれアイスやから、アイスこれ先に食べた方がいいんじゃない？冷凍庫から出したばかりは少し硬くなってますので、表面がつるんとするまでお待ちになってお召し上がりください。夏場は5分ほど、冬場は10分ほど。もういけるかな？いけるっすよ。いけるかな？じゃあいただきまーす。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。なんかもう簡単に言うと、でも雪見大福のお芋味って感じかな。うん、もうちょっと思ってたよりは芋味が薄いかな。お芋カタラーナと柔らかコシアン、この茶色いのが柔らかコシアンらしいよ。あ、でも、うん、言われたらお芋って感じ。うん芋芋はしてないから、うん、お芋をそんなに好きじゃない人でも食べれる、逆に言えばな。だからお芋めっちゃ好きっていう人からしたらちょっと物足りやんかんない、うん、お餅も美味しい。これ甘めやね。うん、そうだからなんかもう令和の虎で食レポするけど、確か1個は多いかなって男性の社長さんが言ってた気がする。全然1個ペロ。ああ、まだダイエット中やった今日はチートでじゃあ続きまして何食べますか、姫ちゃん。何食べる？やっぱもうベタに、ベタにやだやだ、みえちゃん食べてるのに使ってんの、みえちゃんベタにスイートポテトいく。めっちゃいい、めっちゃいい匂い、見て、おいしそう。すみません、普通にかじってかじってやる。一緒にかじろ。なんで？ちゃんと絶対落ちる。一緒のかじろ。いただきます。うん、いやいや、うん、いいな。めっちゃうまい、これ、うん、タルト生地サクサクやね、うん、タルトの生地が塩味があるからちょっと甘じょっぱい感じやよね。これめちゃくちゃ芋感じられるよ。ねえ。めちゃくちゃ。ザ芋。ザ芋。今口の中めっちゃ芋やもん。口の中めっちゃタルト。本当？タルトだけで食べても美味しいんやけど、これ。ちょっと独特な味が。それだけで食べるとなんかちょっと変な想像してない。違うっていうか。あ、違う。うん。今の顔何？誤解を生む可能性がある。美味しくないわけじゃないんやけど、うん、姫の思っとるスイートポテト。あ、そうそう、なんか違う。美味しいっしょ。生地がサクサクとか言うけど。大丈夫かこの先。みんな美味しいで終わってく。すごい気になっとったこの気になっとったこの子。お団子。あ、団子の上にさ、さっきのさ、スイートポテトが乗ってる感じじゃないこれ。最近入ってるやつや。え、そうなん？入っとんの？なんか団子に可愛いデコレーション。ああ。あれ、今ってさ、芋スイーツトレンドらしいやん。割と。秋やからじゃなくて。秋はと。うん。芋団子って感じ。そのまま。このお団子自体味ついとんのかな。なんか噛むことによってさ、これとこれがさ口の中で融合されやん、うん、だから芋団子って感じ、口の中で。何て言います。いや、いきなりなんか無言で必死で噛みますからびっくりした。早く食べやんとなって、うん、うわ、次これいく。団子からの団子いく。いけちゃう、いけちゃう。口の中今めっちゃ甘いから、ちょっと一旦お茶飲まん。これは絶対多いお茶と合う。やっぱ芋やから。ベコよく茶と合うね。ママがさ、うん、飲んだお茶、後のお茶ってめっちゃ分かりやすくて、ママなんか知らんけど、こうやってさ、こうやってさ、するのよ。だからママのお茶どれか分かりやすい。次。一旦ケーキ系挟みたいよな。こっちかこっち。今さ、口の中がめちゃくちゃ芋になっとるやん。で、一旦さ、一旦ばっか。一旦こっち行ってみる。これまずこれがさ、チョコなのか何かもちょっと気にならへん？でもこれ何なんやろ？それも芋要素だ。芋スイーツの詰め合わせセットなんやで。開けてみる？あ、え？ん？いや、美味しいココアないけど、これ芋チョコって感じ。何なんやろ、
ティラミス？あ、ティラミス？分からん。なんかさ、説明がないからさ。あ！え、これ絶対美味しい。これ、あ、ね、これね、羽二重もちお芋ティラミス瓶ブラックショコラやって。すげえ、ティラミスやった。本当に当たった。当たった。いや、そろそろもう商品減ってきたからカメラアングルもちょっと上げていいかな。ちょっとくださいよ。ねえ、やっと通常アングルになって、もうずっとこう、横から見るとさ、カメラアングル低いからずっとこうやって。やっと通常アングル。よし。じゃあ。通常でも猫背。見て見て見て。ここにお芋がある。これ、ハブタイムチ。これさ、普通にこういく感じよな。うん、あ、見てほら、お芋。今入ってね、今入ってね。今入ってないけど、今じゃない餅。めっちゃうまいこれ。あ、若干餅あるかも。なんで？若干入っとった？なんか餅みたいなのある。で、下が多分、そうやな、クッキーみたいな、なんかビスケットみたいな、うん、これめちゃめちゃうまい。今も美味しい。これ超美味しいな。今がめちゃめちゃもちもち。今がめちゃめちゃもちもち。もち？もちじゃね。うちらさっきからもちのこと芋って言ってる。芋が邪魔してくるんだ今日の。今日芋スイーツ逆やからか知らんけど。もちな。これってどこにも、どこに芋入っとんやろ。めっちゃ美味しいけど、お芋味は全くなくない？普通にまたさ、この一番下のさ、ザクザクチョコ、なんかビスケットみたいなやつなんかな。これがまたいい味出してくれとる。No. またさ、一個一個が映えるんよ。映えスイーツに多いのってさ、割とさ、映えってめっちゃ可愛いけど食ってみたら大して美味しくないとかある。これは両方かね、備えとる。残りはパフェの瓶、みたらし瓶、チーズテリー、焼き芋。今パフェの瓶行ったからこれ行こう。これ、いやこれ絶対美味しいやろ。焼き芋テリーヌっていうものはこんな感じで、なんかちょっと表面がこんな感じですね。すごい、さ、触り心地ちょっとさ、羊羹っぽいねんけど。いただきます。なんとね、うまっ。めっちゃしっとりしてる。うん、すごいしっとり。うん、すごい。なんか芋の甘みが最大限に引き出されとる感じがして、めちゃめちゃ美味しい。これスポンジケーキみたい。うん、ちょっとしっとり滑らか。全然ペコペコに否定してくるの。ちょっと腹立ったりして、ペコペコしてきたのに。どうなった？うまっ。うまっ。うん、ちょっと痛い。食レポ向いてないと思うんだ、うちは。これめちゃめちゃ芋味を感じられるよ。うん、一番なんか芋味感じられへんだ今まで食った中で。スイートポテトタルトよりもさ、なんかもうこれ甘いって感じじゃない？スイートポテトタルトみたいなやつはさ、うん、塩味があったから甘じょっぱいみたいな感じがあってん、うん、もう甘い。そうそう、しょっぱいもの欲しいな。ないな。このチーズテリーヌ食べれる？わからん。チーズケーキみたいな感じですか？チーズケーキが食べれないんだよね。もしかしたら美味しいかもしれんで。あ、でも匂いや。いや、匂いからチーズケーキの匂いがするぞ。うわー、チーズケーキや。いただきます。いただきます。北海道のさ、丸いな、あのそぼろみたいな。あれはチーズケーキの味しやんや。あれはまだチーズケーキ食べれへん。メルツ、まだな、食べようとは思うけど食べれる。これめっちゃチーズケーキじゃない？どう？姫自身はチーズケーキは好き？俺嫌い？でもあんまり好きじゃないかも。これはもうアキラ気にしとこ。アキラはチーズケーキ好きやから。これ食べづらいらしいな、うん、こっち先しようか。うわ、これさ、7種類をさ一気に食べるの難しくない？はい。なんかどうせやったらこの7種類の層を一気に食いたいけど。なんか紫色がある。
何これ、芋なんやけど、また違う味の芋の味がするよ。何芋これ。紅芋ペースト、安納芋ペーストであるから紅芋かな。なんかこの子が何かな。なんかめっちゃしっとりしてる。サクじゃないんじゃん、うん、なん。しっとりしとるけど、ナッツみたいな。これはなんだろうな。なんかよくわからへんけど、まあ確かにちょっと今までのやつとは違った芋の種類やからか、違った芋の味がした。結構甘いな。え、これさ、分からん、今まで甘いのばっか食ってきたからすごく甘く感じるのか、その辺はちょっとよくわかんないけど、結構甘いな。なんかカーパス持ってきて、うん、なんかフレンチポテト。続きまして、みたらし団子瓶。どうやってんの。これ、うん、これ、あ、ひめちゃん出して、ちょっと待って、こぼすよ。いや、かったい。滑るんよ、クリームで。握力22やん。シャトルラン何やった。28。投げたん何やった。ハンドボール。ハンドボール5m。 弱っ。来た来たかもしれん。待って、団子団子おる。おったよ、ゆめちゃん。みたらし団子。え、ね、待って、こんなにみたらし団子のタレあんのにさ、あんまついてない。どう。でもこれは、うん、みたらし団子だから、うん、芋って感じもするけど、みたらしの方が強い。強いな。みたらし団子自体はめっちゃ美味しい。普通にみたらし団子って感じ。めっちゃ美味しい普通に。いやもう。いや普通に美味しいみたらし団子って感じで、芋の味はもう消されとる完全に、このタレの味に、うん、だからぶっちゃけこれわざわざ芋のクリームにする意味がない。そういうか、もしかしたら芋大きい食べすぎて芋の味が分かる。逆に。いやでもこれ絶対このタレが濃い、味が、うん、結構しょっぱいね、うん、結構味濃い、このここのタレの。あ、美味しい。まあ、うちらね、味濃いの好きやからええんやけどな。結構濃いやな。ちょ、ご飯いる？白米いっぱい。まあまあ腹膨れた。白米いっぱいと目玉焼き、醤油かけます。みんな塩かける？目玉焼きに。目玉焼きに何かけるかな？醤油です。目玉焼きやんな。醤油です。醤油です。塩かけんの？あれちゃん、卵焼きに砂糖か塩コショウかじゃない？砂糖、あ、作るときどっちですか。塩コショウやろ。だって、うん、だってさ、お寿司のさ、うん、卵ってあれ砂糖甘いやん。あ、甘い卵やん、あれ砂糖やろ。でもお寿司の卵あんまり好みではございません。まあまあ甘いの好きやのに卵甘いの好きちゃうんかい。そう、あんまり好きだ。食事の食べ物が甘いのはそんな好きじゃない。あ、甘辛とかはいいんやけど、だからお菓子食べとるみたいな。そうだから人参とかも嫌いやねん。なんで野菜が甘いねんっていう。人参は人参甘いやん、野菜のくせに。キャベツとかもじゃあ芯の方が甘くない？芯ってなんか甘いとことかに。いや、キャベツは OK、 葉っぱやもん。トマトは甘いのはたまにめっちゃなんか甘い。トマトはいいよ、トマトやもん。トマトはだいたい人参が嫌いなのに言い訳聞いただけやろ。めっちゃモンペやんそれ。なんなんこの野菜のくせに甘くて。20日に本を出版する。
まあそんな感じで今回は芋スイーツで食べまくりましたけど、いろいろ食べてみた結果、ひめちゃんのベストオブ芋スイーツはどれでした？これ。わあ。マジでカタラーナ美味しい。いや、芋カタラーナな。バニラアイスとの相性も最高。美味しいね。じゃあママちゃんの第1位お芋スイーツ。でで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 。お芋テリーヌ。いやもうないから。もうないから。なるほどね。で、あれめっちゃ美味しかった。うん。てかやっぱなんかなんだかんだいろいろ食べてみて思ったんやけど、そういうごちゃごちゃいらん、やっぱシンプルイズベストやなっていう。一番シンプル。なんかさ、パンケーキとかもさ、やっぱもう普通にもうプレーンとバターで一番美味しくない？なんかそれにさ、生クリームとかチョコとかイチゴソースとかいろいろさあるやん種類。ベタを一番シンプルなんが多分一番美味しいってことで、カタラーナの、カタラーナじゃない。あ、テリーヌ。お芋テリーヌが。お芋テリーヌが一番美味しかった。パンケーキとかさ、うん、あれだね。メイプルにチョコソースが一番美味しい、うん、はい、皆さんもよかったら通販のたらチェックして買ってみてね。